はい、始まりました。今回なんですけど、皆さんダイエットって辛いですよね。ダイエットといえば食事を我慢する、とにかく我慢我慢我慢の連続です。そして結局食欲を我慢できずに暴飲暴食してしまったなんて人も多いはずです。ダイエットはそれはもちろん多少の我慢は必要ですけど、空腹を我慢しすぎることは良くないことも実は多いんです。ダイエットで食事を我慢することに疲れ切ってしまっている人、今日のお話は空腹を我慢しすぎることは良くない、我慢ダメというお話なので、今回はダイエット中の皆さんの肩の荷を下ろします。下ろしちゃいます。ぜひね、最後までご覧ください。それでは早速話を始めていきます。はい、始めていきます。空腹を我慢するデメリット、まず一つ目のデメリットは、空腹を我慢しすぎることは逆に太りやすい体を作ってしまうことになるんです。空腹を感じているということは血糖値が低下している、低血糖の状態になっているということなんです。この状態っていうのは体がエネルギー不足の状態、そうなると体は緊急事態緊急事態、その状態で食べ物を摂取した時に体により多くの栄養を取り込もうとしてしまって、通常よりも吸収率が良くなっているので結果的に太りやすくなってしまいます。頑張っているのに体重が落ちない、ダイエットの停滞期みたいな感じになってしまうんですよ。リバウンドの原因にもなりやすいので、我慢しすぎはやめましょう。次のデメリットは基礎代謝が落ちてしまうということです。体は食事制限をしていけばもちろん痩せていきます。なぜなら入ってくる食べ物の代わりに自分が蓄えている脂肪を燃焼していってくれるからです。しかし同時に筋肉も分解されていってしまうんです。エネルギーを補おうと働きかけた結果、筋肉が落ちてしまう。筋肉が落ちれば基礎代謝も落ちていきます。痩せていくためには基礎代謝っていうのはすごく重要なことです。筋肉が落ちるとどんどん痩せにくい体になっていってしまいます。筋肉を落とさないためにも、とにかくタンパク質を摂取するように心がけて、空腹も補っていけば筋肉も減らずに一石二鳥だと思います。筋肉を落としてしまう、基礎代謝を下げてしまうことに気をつけましょう。空腹を我慢しすぎることのデメリット、最後は便秘がちになって痩せにくくなってしまうということです。ダイエットで無理な食事制限をする、僕もやりがちなんですけど、そうすると胃や腸の働きが悪くなって便秘になってしまうことが多いんですよ。腸の機能が衰えて便秘になると連動して肝臓の働きも低下してしまいます。肝臓は代謝や消化などの痩せるために重要な役割を担っている部分なので、結果的に便秘がダイエットの進行を遅らせたり、ダイエットの邪魔になってしまうことも多いんですよ。便秘って怖い。便秘にならないように、きつい食事制限で空腹になりすぎるのはやめて、便秘対策、栄養バランスのいい食事をとる、水分を多めにとる、適度な運動をする、こういったことをして便秘を予防していきましょう。それでもダイエットっていうのはやっぱり我慢しないとね、うまく結果が出せないんですよ。でも我慢しすぎると今回お話ししたようなデメリットがありますんで、皆さんに最後に言いたいのは、皆さん痩せたければ頑張りすぎないでください。ダイエットを頑張りすぎる人が多いんですよね。僕もそうでしたけど、理想の体型をキープしていくためには長いスパンでダイエットを考えることが重要なので、肩の力を抜いて空腹を我慢しすぎずにダイエットを長く続けていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。結局我慢しすぎると辛いし結果が出にくい、逆に適度に食事をとることによって空腹を我慢しなくていい、しかも結果も出やすい、我慢したら我慢した分偉いなんてことはないので、健康面も心配なので気をつけてください。今回の動画が参考になったよと思ってくれた人はグッドボタンで教えてください。いつも評価ありがとうございます。頑張る力になっています。これからも皆さんの役に立つ情報を発信するということを意識しながら毎日更新していきますんで、よかったらまた見てほしいので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。応援よろしくお願いします。では本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。